はい、どうも、みなこです。今は広島県の大久野島っていううさぎがいっぱいいる島に来てます。で、今日は日本一周中の仕事について、仕事ってどうしてるのっていう質問をいただくので、それについてお答えしようと思います。みなたびチャンネル。私はもともと旅に出る前はウェブデザインを中心にフリーランスとして、個人事業主として中小企業、個人でやってる飲食店とか、そういうところからホームページ制作の依頼をいただいて作ったりとか、チラシとか名刺とかのデザインを作ったりとかもしてて、あとはライターのお仕事もさせていただいてて、なんかウェブ関係の何でもやっていう感じでやってて、大きいデザイン会社さんとは違う、強みとして、安い早いうまいっていうのを、キャッチコピーにして、お仕事をいただいてました。旅立つ前の1年ぐらいはセミナー講師としてもいろいろやっていて、名刺の作り方とか、自分で作る作り方とか、デザイン講座とか、キャッチコピー講座とか、そういういろんな講座やったりとか、あとはライターを集めてイベントをしたりとか、そういうことをいろいろとしていました。SNS の代行、 Twitter とかインスタとかの、更新、自分ではできない人たちの、代わりに更新をしていくっていうお仕事とかもしていました。そんな感じでいろんな仕事をしてみて、旅に出るまでの半年間はもう本当に何でもいいからお仕事くださいって言って、いっぱいお仕事もらって、個人事業なので、やればやるだけ成果が返ってくるお仕事なので、たくさんお仕事をしてました。で、今は基本的にはお仕事はほとんど手放したっていう感じですね。で、1件だけ継続的に毎月1回チラシの制作をさせていただいている団体さんがあって、それはもうデザインのベースができていて、その内容を差し替えてっていう感じで、チラシのデザインをするお仕事で、もともとメールのやり取りだけでやっていた仕事なので、旅先に持っていけるかなっていうふうにそれは思っていて、旅に出る前にその担当者さんたちに聞いてみたんですね。私旅に出るので、もしかしたらこう電波状況とかで連絡が遅れちゃうかもしれないし、どういう状況になるかわからないんですけど、もしできるなら継続させていただきたいですっていうふうにお話をしたら、継続してくださいっていうふうに言っていただいたので、今も続けています。今月はこういう内容ですっていうお仕事がメールできて、それを入れて、でデザイン見てもらってっていう感じで、で印刷は、ネット印刷に出して、でそこ の依頼先に直接印刷会社から郵送で送ってくれるので、もう本当にメール上だけでお仕事ができて完結してます。はい、でそのお仕事が、毎月3万円ぐらいいただいています。で他に今の収入源としては、ホームページ制作で維持管理費っていうのがあって、ホームページを私のサーバーに置いているホームページとか、あとは定期的に更新作業があるホームページとかは、維持管理費として毎月一定のお金を振り込んでいただいていて、それが何件かあるので、それが、毎月合わせて1万円ぐらいの収入があります。そういうのは、なんか直してっていうところがあったら、それもメールとか電話とかでいただいて、それを修正をするっていう感じで、チラシのお仕事もホームページのお仕事も今持ってきているパソコンで、できるようになってます。デザインのお仕事って画面が大きい方がやりやすいんですよね。画面がちっちゃいと細かいデザインとかが見れなくて、すごく作業しづらいので、だからあえて結構パソコンに重たいんですけど、17インチの画面の大きいやつを持ち歩いてます。ちょっとした直しとか、ちょっとしたやり取りとかは道の駅のベンチとかでやっていて、でもたまに新しいデザインのお仕事とかいただくので、そういう風にがっつり集中したい時っていうのは
あのガスト、今ねガストね、ちょっと前の動画でも話したんですけど、ガストコンセントがあって Wi-Fi もあって、あのどこの店舗もか、ね、すっごい、ね、便利なんですよね。ご飯も安いしということで、ガストに入って作業したりとか、あとは、快活クラブ、インターネットカフェで作業したりとか、あとは最近あのホテルも結構安く泊まれるんですよね、 GoTo キャンペーンとかで。だからなんか最近ね、快活より、ね、ホテルに行く回数が増えてますね。あの快活でお金払ってあの場所を借りるよりは、ホテルにも3時からチェックインして、そこでがっつり作業してそのまま寝れるっていう、であの料金的には快活とそんなに変わらないっていう感じなので、最近結構ホテルで作業していることも多かったりします。はい、そんな感じ で新しいお仕事については、一応私のウェブマルシェっていう屋号でやっていて、そこのウェブマルシェのホームページには、今私あの旅に出てるので、そういう状況で良ければ、納期があんまりこう短くないものでメールだけのやり取りでいいものだったら受け付けてますっていう風に書いていて、でそれでもいいからお願いって言ってくださる方もいるので、そういうお仕事はたまに新しいお仕事が入ってきたりもします。旅に出る前に、旅の間のメインのお仕事にしようと思っていたのが旅人ライターっていうお仕事で、タゴ町っていう会社が旅人さんに向けたお仕事を提供している会社で、ゲストハウスに泊まってそこのお手伝いをしたりとか、そこの PR をしたりとか、あとは、旅先で記事を書いて納品するっていうライターのお仕事とか、いろんなお仕事を提供している会社があって、そこに登録しているので、あの旅の間はそこからお仕事をしようと思っていたんですけども、まあ今はねこんな状況なので、あのそのお仕事はできてない、あんまりできてない状態ですね。でまあもともと貯金であの旅をしようと思って、あんまり仕事をしないために旅立とうと思っていたので、まあしょうがないというか、まあうん、お仕事はできたらいいなっていう感じだったので、うん、そんなに困ってはないです、はい、でうさぎが来る、はい、うさちゃん、あれどこだ、うさちゃん喋ってるとね、さっきからうさぎが寄ってくるんですよごめんね、餌持ってないんだ。はい、であとは、ちょっと前には Zoom でのセミナーの講師に呼んでいただいて、からまあそういうお仕事もできるんだなっていうふうに思いました。はい、 Zoom でなんか話してほしいっていうご依頼がありましたら喜んでやりますので、よろしくお願いします私のお仕事はまあそんな感じですかね。今本当に収入は月、5万あるかどうかっていう感じプラス、まあ、何ヶ月かに1回新しいお仕事が入ってくるっていう感じですかね。であとはやっぱり貯金を、やりくりして旅をしています。もともと仕事から離れたくて旅に出ようって思った気持ちもあるので、まあ、あんまり無理せずできることだけをやってるっていう感じですかね。で、まあこういう私のお仕事の話をすると、まあ、すごいねとか、こう才能あるねみたいに言われることがあるんですけど、全然そんなことではなくって、まあ、ちょっとずつちょっとずつ一歩ずつ一歩ずつこういう仕事の形に近づいていったっていう感じです。それについては前の動画で詳しくお話ししているので、私のことすごいなってもし思った方がいたら、そっちの方も概要欄に貼っておくので見ていただければ嬉しいです。はい、というわけで今日は日本一周中の、仕事の話についてでした。はい、またねー。